はい、皆さんこんにちは。今回の舞台は津山事件です。津山事件とは、土井睦夫22歳が1983年に現在の岡山県津山市海洋集落で起こした大量殺人事件で有名な事件です。2時間足らずの間に30人が死亡し、3人が重軽傷を負いました。そしてその津山事件は横溝正史の物語、八つ墓村のモデルとなったのだった。そして今回、その八つ墓村、海洋集落がどんなものなのかを調べていこうと思います。それではスピチューブ始まります。海洋集落に行く方法をもらえるなら、津山市内から339号線から入り68号線に行く方法もある。だがしかし、68号線は通行止めにより通ることができないエリアもある。なので今回、53号線から6号線に入り68号線に入る形とした。はい、やってきました。第2弾ですね。6月の終わり頃に来たんですが、またさらにね、その八つ墓村のそのモデルとなった場所、海洋集落にね来ました。なんでもね、そのすごい楽な行き方で行ける道があるんですよね。前回行った方法は、その山を越えて行った昔ながらの道に通ってたんですけど、今回は車でね、近場まで行けるとこまで来たんですよね。まだね、村には入ってないんですけど、その隣村にね来てる感じなんですけど、ちょうどもうね、稲刈りが行われる直前ぐらいの感じで、ちょっとね、生暖かい風があったりなかったり場所です。進んでるんですが、すぐ行けば海洋集落に行けるということなんですが、かなりもうね、この辺も過疎化が進んで、限界集落ですか、そういう感じの場所になっています。こちらですね、この道を進めば海洋集落に行ける道です。もうね、古い感じのお墓があったりしますね。はい、これでね、前回含め2回目のこの八幡村海洋集落なんですけどね、まあなんでまた来たんだという話にはなるとは思うんですけどね、あれ山に登って集落までたどり着いたんですけど、もうね、水も食べ物を持っていかずに行ったんで、その細かくね、調べることができなかったんですね。もうね、行くのに必死、帰るのに必死だった。そのメインとなるね、その集落に着いたんですけど、テンションがね、なんなんですかね、めちゃめちゃ普通になっちゃって、もうね、次の帰ることしか考えてなくて、なかなか取れなかったということで、今回、ちゃんと取っておこうということでね、来ました。そうですね、もうここから海洋集落に入るということで進んでいきます。なんですけど、でももうね、ここに住む人はその当時を知るとか、その血縁関係にある、まあ、
子孫とかそういうのではないみたいですね。その事件があってからみんなこの場所離れたっていうのはほとんどだみたいで、ここも家なんですけど、あってもう住んでたみたいですけどね。この辺ですかね、その事件の犯人となった仏像の家がこの辺にあったらしいですね。この辺ですね、この辺にあったと言われています。13年5月21日大きな鯉がいますね。ここがね、集会所ですね。この介護集落、介護集会所かな。大体ここでね、 Google マップで引っかかる感じです。おそらくね、この辺に駐車してぐるっと回るような感じですかね。行ってきます。結構ね、あれだと思いますね。まあね、その昔のその当時の石垣とか残ってたりするんですけど、もう昔ながらの家っていうのはもうないですね。ここまでですね。もうね、人が住んでない感じですけど、
はい、というわけでお疲れ様でした。はい、というわけでね、回ってきました。で、特にその昔のまあ明らかなものがあるというわけで、記念碑とかその記念碑とか慰霊碑とかあるわけじゃないですけど、その最初の方に入ったところにそのまあその当時のお家がまだ残ってたということで、はい、でまあその昭和13年ですかね、のその事件で亡くなられた方のお墓もあったりとか、その前回はおそらくすごい曖昧な部分もあったと思うんですかね。で今回こうやってね回ることとかできて、まあ、こんな感じですけど、で、まあ、実際その昭和13年に亡くなった方のお墓が、まあ、結構ある場所に結構数があるということなんですけど、それがねなかなか見つからないんですよね。おそらくその民家の中にあったような感じがするんですよね。だからおそらくそのやっぱその公共の場というか、その誰でも行けるような誰でも入れない場所に置い、まあ、ひっそりと置いてあるということですかね、お墓に関しては。はい、というわけで今日はねこんな感じで終わりたいと思います。はあ、まあでもね結構いい汗かきますね。かなりの急斜面なんでこれもね。はい、というわけで VTube またよろしくお願いします。それではまた。裏バンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。